2018年の広島東洋カープでは2018年シーズンについての広島東洋カープの動向についてまとめる。この年の広島東洋カープは小形光一監督の4年目のシーズンであり3年連続9度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。2017年はレギュラーシーズン1位で2連覇したが2017年の セントラルリーグクライマックスシリーズでは3位の横浜 DNA ベイスターズに敗れ、日本シリーズ出場はならなかった。ドラフト会議では、高陵高等学校で甲子園に出場した中村進正を1位で指名。中村を含め国を獲得した。オープン戦では3勝9敗で11位だった。開幕投手は野村雄介が務め、6から3で勝利した。 9月26日のヤクルト戦でリーグ3連覇を達成。本拠地で優勝を決めたのは27年ぶりだった。セパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の去集は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合と、 挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。色付きは規定等級回数以上の選手色付きは、 規定打席以上の選手、ありがとうございます。